よね、うん、一番ファンの方にこれを、うん、この動画を上げてびっくりされたのがアンパンマンの見たアンパンマンのマーチの、うんうん、あのドキンちゃん目線っていう替え歌をしたんですけど、はい、それが私もなんか急にひらめいてなんか、ドキンちゃん目線にしたら可愛くないってなって、まあ、上げた本当に急にアンパンマンみたいな、今までそんなになんか、うん、なそういう系の、うん、なんて言うんですかね、こう子供たちが見るようなアニメのものとかってあんまりやったことなかったんですけど、うんうんうん、なんか急に上げてみんなにこの替え歌するんやみたいな感じでびっくり、うん、びっくりですよね、はい、めっちゃ楽しかったです、はい、それが結構なんかその何々目線みたいな動画がすごい多いなと思ったんですけども、うんはい、全部そういう感じでふっとひらめくものなんですか、はい、なんかもともとすごく一曲とかこうアニメにしても漫画にしても、はい、主人公がいるじゃないですか、うん、その主人公がいるってことはこう周りに誰かが絶対いる、うん、主人公以外の人、うんうん、なんかその人から見たあの主人公だったり、うん、その人が実は別の人が何かを思っているみたいなのを想像するのがずっと好きだったんですよ、あんまり考えたことは私ないですね、うん、すごい、アニメとか漫画も、うんうん、この同じ軸で時間軸で実は別のストーリーが動いてたみたいな回あるじゃないですか、うん、ありますね、そういうのがめっちゃ好きで、はい、それを曲でも替え歌とかしてなんかできたら目線を変えるみたいなのができたらなと思って始めたんですけど、本当に毎回あこれいいかもってひらめきでやってるぐらいの、すごい、はい、ひらめき力がパナイですね、そうです、なるほど、